オーストラリアアマゾンはストレスフリー。オーストラリア人はおおらかですが、商品はきちんとチェックしましょう。まあ、そうは言っても、最近、えー、商品を間違えて納品したという相談がありました。商品の入り数を間違えた。まあ、例えばね、50個入りの商品、ね、納品したつもりが、まあ、仕入れ先を間違えて、30個入った商品を納品してしまったと。 まあこれ大変なことをしちゃったという相談があったんですけど、まあね、連絡来たら逮捕しましょうと。連絡ないかもしれませんと。いうことでね、お答えしましたが、結果的に数日経ってますが、クレームなし。まあ連絡来ない可能性高いんじゃないかなと思います。またちょうどね、次の日に、今まで商品の長さを間違えて納品してましたと。これどうしたらいいでしょうという相談あったんですけど、何種類もの商品ね、例えば、 長さ50メートルと書いてあるのに、実は30メートルでしたというような話なんですけど、実はもうこれ何十個もね、販売しちゃってます。でも、クレームないと。ならまあ、気づかないんで、今後はね、ちゃんとした商品納品しましょうという形でアドバイスしました。以前もね、2色セット商品なのに、1色1個だけで納品してね、 え、顧客から、これあの、2個セットじゃねえのかと、質問が来たというのがありました。まあ、その時ね、なんとその方は、大胆にも、いや、これ1個ですと、いう返事をしてね。まあ、でもそれちょっとね、購入者も気に入なかったみたいですけど、まあ、そうは言ってもね、悪い評価じゃなくて、普通評価に値する評価3がついたというだけで済みました。まあ、この3つのケースともね、いずれも、日本アマゾン、ヤフオク、メルカリ、楽天ショップなどの日本市場なら、 詐欺師を場合悪されて悪い評価確定のケースです。まあ、普段から商品間違いに慣れているオーストラリア人は日本人の想像を超えたおおらかさを持っています。できるだけストレスフリーに物販に取り組むなら厳しい日本人を相手にするよりおおらかなオーストラリア人を相手にすることをお勧めします。間違えて納品しても大丈夫という話じゃないんですけど、まあ、これぐらいのおらかさがあるんでね、えーまあ、そんなに、まあ、思ったこと心配しないでも済んじゃうと。 いうケースもあるんでね、えー、あまり慌てずに間違えて納品してましたというケースがあった時にはね、ご相談いただければと思います。Amazon s u p p o 堀秀夫でした。